皆様こんにちは。クルーズの豊かクラブでございます。本日はアスカクルーズの歴史と現状につきまして紹介いたします。初代アスカは三菱重工長崎造船所で建造され、28,717 トンという大きさは当時の日本船籍で最大の客船でした。1991年10月に就航した初代アスカは、約5年後の1996年に約100日間をかけて世界一周クルーズを再航。同時期より順調に乗船のお客様が増え、2000年頃からは夏場のハイシーズンにおいて満船の状態が続くようになり、予約が取れない人気客船となりました。そこでお客様のキャパシティを増やすため新造船の建造を検討。一方、初代アスカは2006年2月にドイツの船会社フェニックスライゼンに売却され、バハマ船籍のクルーズ客船アマデアとなりました。初代アスカの後継船アスカ2は新造船ではなく、日本郵船グループのクリスタルクルーズ社が運航するクリスタルハーモニーを郵船クルーズが買い取り、日本向けに改装し、2006年3月17日にデビューしました。ちなみにデビュー前に行われた2月26日の命名式では、アスカ2の命名者ゴッドマザーをアスカ2の戦績である横浜市の出身、女優の岸恵子さんが務められました。大粒の雨が降りしきる中、当時の横浜市長であった中田博史氏、建造に関わった三菱重工、日本郵船をはじめ関係各社の幹部に混じり、クルーズ専門の旅行会社を代表して弊社創業者の松浦睦夫も出席させていただきました。またマスコミをはじめ多くのギャラリーが横浜大桟橋に詰めかけ、アスカ2の注目度の高さを知ることとなります。夏場のハイシーズンは予約が取れない人気客船だったアスカでしたが、アスカ2では一年中予約が取りにくい状態となり、日本でもやっとクルーズ旅行が認知されたことを証明したのです。クリスタルハーモニーは1990年6月に三菱重工長崎造船所で就航され、建造から15年目の2005年11月にロサンゼルスにて運航を終了しました。船舶登記上は2006年1月5日までがクリスタルハーモニー、翌日1月6日からがアスカ2となります。アスカ2の船籍港は横浜港で、横浜港発着のクルーズを多く主催しています。最近では2020年に改装し、日本では初めて船上に露天風呂を作るなど新しい施設を増やしています。そして2025年度にはドイツの造船所で産声を上げる新造船が誕生します。アスカ2とともに2隻での運航に日本中のクルーズファンが注目しています。アスカ、アスカ2、客船絵画好評発売中です。詳しくは概要欄をご覧ください。アスカ2クルーズ好評発売中です。またツイッターやインスタグラムなどの SNS やメールマガジンを配信中。よろしければチャンネル登録お願いいたします。